みなさんこんにちはレック専任講師横溝です学習効果を120%高める方法を教えます今回はそんなテーマでですね受験経験者向けということになりますがこれまで勉強をしてきたさまざまな経験をいかに活かして2023年度の行政書士試験での合格に結びつけていくか そのポイントをですねお話ししていきたいと思いますだいたい20分ぐらいのお話になるかと思います最後までどうぞお付き合いくださいよろしくお願いしますさて2022年度の行政書士試験も終わりましていよいよ2023年度向けということで動き出している方もたくさんいらっしゃると思います まあこういうガイダンスをご覧になっているという方はやはり2022年度の試験を受けてねうん何か自分にまだ足りない部分があったなということでもう一歩あと2歩足りなかっただから合格点にいってないなというような状況を自覚してこれをご覧になっていいる方多いと思うんですねそういったリベンジを図るためにはやはり過去の学習経験というようなものもしっかり生かしながら。 これは勉強していかなければいけないということに当然なってくるわけですですからその生かし方ですねまあもちろんこれはレックの講座のご案内でもあるのでレックの講座を使いながらいかに生かしていくかということをお話ししていくそんな内容だと思っていただくといいですねうんと今までの勉強内容の中で何が足りてなかったか何は足りていたのかこれは人によって いいろいろともちろん違いがあるはずです一概にこうだああだっていうことを言うことはもちろんできないってことにはなるんだけれどただ共通して言えるのはですねやはりまず最初にあなたが何が足りなかったのかまたは何は十分だったのかこれをしっかり分析するというところが出発点としては重要です。まずそこから どういうふうに勉強しようかなとかどういう講座をね今度は受けたらいいんだろうかっていうのを考えるにあたってもそれはいきなりですねパンフレット見ても、うん、これかなあれかなっていろんな予備校さんのねパンフレットをレックも含め集めてですねああでもないこうでもない検討したりとか、まあ、最近はツイッターなんかでね、えー、どんな講座がいいですかなんて聞いて答えてもらっているなんていうケースも まあ、ちょくちょく見かけますけれどもちろんいろんな形で情報収集することは悪いことではないですがただその情報をいかに生かしきるかというのはこれはもう学習効果を120%高めるというのと同じようにですねその情報を得るだけではなくその情報をいかに生かすかというところがとても大事なんですね。で生かすすすためにはやはやり分分析析ででそれも現状の分析ですまずどういうよういよな 状態であるのかっていう現状の分析をした上で、その上で先へつなげていくってことをしていかなければいけないだから、いろんなところでお願いはしてますが、二千二十二年度試験を受けたのであれば、そのね、良かった点、悪かった点、もちろんそれは試験対策としてあなたが取ってきた方法において良かった点、悪かった点両方書き出しなさいってことをよく言うんですね。あの悪かった点だけ書き出すとなんか落ち込んじゃうから。 良かった点も絶対あるはずその良かった点は何だろうってそれは2023年度試験対策としても生かしていかなきゃいけないし悪かった点をどういうふうに改善するかそこをどうフォローするのかってところがやはり同じように勉強してもその効果をねより大きなものにできるかどうかってところにまあ結びついてくるんじゃないかなと思います。で現状分析をする 現状分析した上で、次どうするかリスタートをするなら早めにリスタートするっていうのも大事です。大体受験経験者が失敗するパターンは？まあ、2022年度のね。試験を受けました。発表まではやる気にならないから勉強しませんで、発表を待ちました。発表が出ました。出たけど、なんかしばらくやる気になりません。って言って、5月6月ぐらいから動き出すって人が一定数います。 で5月6月ぐらいから動き出した人はどうなるかといえば大体がまあ同じ結果に終わってますほぼ同じ点数で終わったり場合によっては前年より点数が下がったりってやっぱりあの勉強にかける時間みたいなものがスタートが遅ければ遅いほど少なくなるわけですよ。しかも離れれている期間が長ければ長けばほど せっかく2022年の11月の13日の段階で蓄えていた知識はどん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 抜け落ちていくんですよで、それをまた5月6月から思い出そうとして必死に頑張ったとしても結局本試験までに間に合わないっていうそういう結果に終わることが多いです私は短期決戦型だからっていうのはね往々にして勘違いなんですよそれはだからその勘違いを いかに早い段階で気づいていただいてそこを軌道修正して早めに勉強すリスタートできるかこれは別にレックの講座例えば横溝プレミアム合格塾の11期生を利用するしないの問題じゃない別にどっか違う予備校さん行ってもいいしもう今回は自分で勉強するっていうねそれでもいいしどういう手段でもいいから早くスタートするそこをしっかり意識してください。 できれば年内2022年度内2022年内遅くとも発表前にはもう結果がある程度分かっているんであればリスタートするやはり受かる人って例えば記述次第で受かっているか受かってないかちょっと分かんないんだよねなんていう場合でももう年内からまあまあ受かってたら例えば何かしらの形で合格者返金制度とかねいろいろあったりはすることがありますので、まあ、そういうものを利用するなりなんなりで早めにスタートしちゃう。 まあ、もしあのそういう生徒がないような場合であっても、まあ、発表後にすぐ申し込んで勉強ができるようにするためにそれまでもう自分でとりあえず勉強を進めておくとかやはり合格する人っていうのは用意周到ですから受かった時はどうなる、まあ、それから駄目だった時はどうする両方を睨みながらきちっと行動をとっていくその空白の期間を作らないってことをやっぱり しだからまあ,あの横溝プレミアム合格塾を受けるということもしくはあの現状分析の結果ねやっぱりまだ本当にベースのところの知識が足りてないということが判明しただから合格講座からもう一度受けようっていう場合もあります。 プレミアム合格塾を受けた方の中にも受けた後でもちょっと背伸びしすぎちゃったかなっていうので合格講座に戻りでその後結局受かっていくって方もいらっしゃいますし、まあ、もちろん合格講座を受けて次プレミアムに来て合格するって方もいらっしゃる。それからのの予備校さんの 講座を受けていてい私のところに来てくれたって方もいらっしゃる独学で私のところに来てくれたって方もいらっしゃるいろ,いろいろいらっしゃるけれど、まあ、あのやはり現状分析がきちんとできていることによってそれで合格講座を受けた方がより効果が上がるのかプレミアムを受けた方が効果が上がるのかっていうのはそこで決ままってきます、ね、何点以下ならどうで何点,いいかなら何点以上ならどうでってよく基準を作ってくれって、まあ、レクからも言われるんですけれど。 あんまりそれはね。正直言うと意味はないんですよ。あんまり意味はないです。それはあのね講座をお勧すすめするときにそのスタッフの方はその方が楽なのかもしれないけれど、実際あんまり意味ないんですよ。 だって前年が本当に100点満たないような点数だった人がプレミアム受けて270点で受かったケースっていくらでもありますからだからそれを考えるとやはりそのどういうような状況にあるのかってというなのかってところもありますプレミアム合格塾に関しては、まあ、通信であれ通学であれズーム配信を結構主体にしています。 ですすから渋谷駅前本校のももちろん教室講義もありますそこに参加できる方は参加していただければ全日程教室講義でっていうことも可能ですがもともと WEB のみの配信になっているような部分もありますしあとそれからプレミアム合格塾の場合メインになるのは回答量強化講座と言われるところなんだけどそこは ズーム配信がありますので、教室講義をそのまま生中継して地方の方でもズームを通して直接見ることができます。過去問徹底解析講座も同じような形を取っています。だからなんかね通信の方で強制力が働かないとちょっと勉強できないなって人はこれはあのプレミアム合格塾向きです。ズームゼミなんて言われるものが合計二十一回あります。これは。 ログインしてていいただいて私と対話をしていく私の質問に答えてもらうっていうことを順次順繰りに当てていきますからどんどん答えてもらう、ね、そういった双方向の学習がしたいって方もプレミアム合格塾に向いていいてると思います一方でベースの知識がいやちょっとこれは非常に足りなすぎたなというような状況だったり それからいろんなスケジュールでねある程度融通が利くような形で受けたいというニーズがあったりもしくはいろんな先生の授業を聞いてみたいというような希望がある方には合格講座のの入ったパーーフェクトコースの方を進めてますだからこの学習効果120%を生かすっていう話はまず第一段階であなたの状態を分析する。そしてどういうい 講座を受けてレックに来ていただくんであればレックのどういう講座を受けて勉強していくのが一番あなたの力をぐっと伸ばせるそういうような形を取ることができるのか何が一番いい手段なのかそれをしっかりセレクトしていくそこの入り口をかけ違えちゃうとなかなかねうまく効果を 実感すするることとがでできななないいう状況になっっててしまうのかなとは思っているんですねだから、まあ、その辺りまず現状分析をしっかりやるってことは、まあ、この動画を見終わったらすぐまだやってない方はやってください。そして現状分析した上でね、まあ、合格講座を受けるにせよ横溝プレミアム合格塾を受けるにせよですね受験経験があるということになるわけです。前年のの勉強の中で 今年の今年度の試験向けにも使えるものって言ったらやはり問題です、ね、あのまずそうそうインプットに使った教材それから前年の試験で使ってた六法などこれらは一旦紐でくくってどっかしまう。前年の 教材ににさらに継ぎ足しをしをていいいきたいみたみなねうなぎ屋さんの秘伝のタレじゃないんだからそんなことをインンンプット教材ででやることはそそもそもナンセンスです前年の勉強のところであなたが疑問に思ったことをいろいろ書き込んでいたそれは今年の今年度の試験においてもまた疑問に思うかもしれないけども思わないかもしれないわけですよ。 今年のあなたに合ったインプット教材をまた1年かけて作っていくってことが大事なので前年のところでいろいろ使って書き込みがあるんですだからいやそれを使いたいんですって気持ちはわかるんだけど一旦全部紐でくくって押し入れにしまっとけっていう話になります。回回はしままとといててたゼロからリスタートトするとても大事なのが1回フラットに 自分を評価した上でゼロベースからもう一度スタートし直すんだでゼロベースからスタートし直した時に勉強してる成果があれば聞いたことについて「あこれは知ってた」とか「これはあやっぱり分かってなかった」ってところの振り分けがどんどんできるじゃないで「勉強してたんだよ俺は一応やってたんだよ」っていう体で入るとうーんろくなことないんですよ、ね。やはり勉強してたんだっていうところでちょっと防御反応が働いてしまって。 知識が入ってきてもそれをなんかうまく受け入れられないみたいな状態になってしまうことがありますね、これはあの中学生とか小学生の子が勉強しているならもっと柔軟に聞き入れてくれるというところはあるんだろうけれど行政書士試験は残念ながら大人が受けてますから大人はね頭が固いのよ。 だから頭が固いんですよこれ私もそうかもしれないけどまあ頭硬いいんでですすよよ子供に比べたらいですよんだからやはりどうしても前年こんなに頑張ったんだいや前年過去問をもうん回ししたんでだからもう過去問はもう十分わかってるんでみたいなことを言ってくる人もいるんだけれどじゃあその本試験の中で何がどう問われたのかなっていろいろ聞いていくと大抵答えられないんですよ。 だからその辺りのそういった「いや去年はこれだけやったんで」みたいな話をなるべく外してフラットな状態でもう一度勉強できるかどうかやはりその体制を作れる人がリベンジができる人でありせっかく勉強した成果を120%いや300%生かしきれる人なんですよ。 心がけとしてね今言ったような意識を持って勉強するということもとても大事になりますそして3番目としてはバランスのいい勉強をしなさいということですねですからインプットアウトプット当然両方あるわけです、まあ、合格講座系統のものを受けてもプレミアムのものを受けてもどっちもそうなんですけれど インプットとアウトプットをバランスよく勉強していく特に受験経験のある方の場合どうしてもなんか2年目だからちょっと問題演習やらなきゃみたいなねもしくはいや2年目だからいやちょっと1年目手が回らなかった商法会社法をバリバリやってみたいな、うん、まあ別にいいんですけどいいんですけどそれだけだったらちょっとあんまりリベンジにはつながらないよっていうことを まあ先にお伝えしますとっても嫌そうな顔をする人が多いですがでもそれが事実ですインプットとアウトプットは全範囲に関して同じようにしっかりやっていかなければいけないだから横溝プレミアム合格塾でもそうなんだけど実は憲法と行政法は合格講座の講義を先取り合格講座って形で受けられるようにしてます。なんなんらズーム配信で日曜日曜に講座を ご自宅でで受けるることも通信通信学の方問わずできるようになってます。ね、民法はやはり受験経験のある方向けの話の仕方っていうのは初めて勉強する人とは違うかなっていうのもあるので知識力強化講座っていうふうに別扱いにしてウェブ配信のみですけれどももうこれもただ2022年度内から受講できるようにしてあります。 早めのスタートに答えられるように横溝プレミアム合格塾のカリキュラムは組んであるんですで、なんでそんなにインプットの講座がいっぱい入っているかといえば当然これはやはりインプットが完璧にできてたら受かってるのよね。非常に傷に塩を塗るようで申し訳ないけれどインプットが十分にできてなかったから結果が伴ってきてないんですよ インプットとそれに合わせてのアウトプットそのアウトプットしたことでもう一度インプットを強化するアウトプットはアウトプットすることが目的じゃなくてインプットした知識をより固めていくために穴がないかをチェックする手段としてアウトプットがあるんですだから2年目なんだからアウトプットしかやりませんっていうのは それはダメなんですよアウトプットをやったことをちゃんとインプットの方に戻していかないといけないそのためにはインプットだってきちっとやっていかなきゃいけないで両方バランスよくやってくれっていうそういう話になるんでしょう。と同時にやはりそういったカリキュラムに即しているのはプレミアム合格塾の方でしょう。 でそのプレミアム合格塾であればズームゼミっていうのを受けられますのでこれが全部で21回ありますからもう12月2022年の12月から2023年の11月の5日本試験の1週間前までありますから定期的に。一番こうメンタル的にね苦しくなる時期にもゼミがあったりはするのでそういったゼミをうまく使いながらっていうのもやっぱりプレミアム合格塾の一つの売りではあったりはします。まあ 受験経験者の方にはですからプレミアム合格塾を、まあ、第一にまず進めてはいるんですけれども、まあ、いずれにしてもインプットとアウトプットこれは合格講座系統を受けるにしてもバランスよくやっていくことを意識するインプットをおろそかにしないっていうのはこれはちゃんとと土はは耕さないと作物はできないい作物でできしょ適当に耕したところに作物を植えてもそれはうまく育たないでしょ。 アウトトプットしかしないっていうのはほとんど耕さない畑に適当に種まいて芽が出ないなって言ってるのと一緒ですからねそれではリベンジを果たすことはできない全体的な底上げっていうのをしていかないといけないそれがやはりとても大事ってことにはなりますですからまあ,あの3つですね現状分析をしなさいということそれからフラットな状態で勉強しなさい。 フラットな状態のところはさっきは勉強の内容としてね、過去問これだけやったしみたいなことを言ってたけどもう一つあるのは前年の点数ですね2022年度の本試験の点数これは忘れなさいってこともフラットにしようというところの中身として付け加えておきます特に178点とかで落ちている方とかまあ、結構いらっしゃるわけです自分だけだと思わない方がいいたくさんいるんですよ でそれは別に178点で落ちた、まあ、確かにね非常に悔しい分かりますあと1個できていれば多し選択なんでこれ選んだとかなんでこの択一ここ直しちゃったとか、まあ、あるんだろうとは思うけれどそこの点数が足りなかったことも含めてそれが11月13日2022年の11月13日時点でのあなたの実力なんですよ。 で、それはあくまでも、その二千二十二年の十一月十三日の実力なんですよ。今じゃない。当時のものです。今じゃない。だから、今じゃないのに。百七十八点取ったからってことを、いつまでも頭の中に片隅に置いているのは。それはナンセンスです。今じゃない。過去の話だから。過去の話は、それ試験が終わった段階でもう終わってるんですよ。 今どうするべきかってことを考えなきゃいけないときに前年の試験で何点取ったってそれは全部一旦忘れてフラットになってくださいっていうこれが2番目ですそして3番目がバランスよく勉強しようインプットなくしてアウトプットなしっていうそのバランスよく勉強するっていう姿勢をしっかり保とうこれが学習効果を120%いや500%上げる大事な大事な前提です ぜひそのことを意識しながらね、まあ、実際、講座はどうやってセレクトしようかとかいうような話などはまた他のガイダンスなどそれについてプレミアム合格塾合格講座それぞれのメリットについてお話ししているようなガイダンス動画もありますのでそちらをぜひご覧ください。まあ、今回ははどういうよういよなまずはリベンジをする前に 2023年度を勉強すると決めている以上その勉強する内容をねどうやったらその成果がより形になって現れるのかそのためにまず最初何を意識するべきか3つあるんだっていうこの3つについてお話をさせていただきました。学習効果を120%高める方法3つ これをぜひ実践していただいて2023年度行政書士試験でのリベンジをですね、果たしてくださいその手助けを私がやらせていただけるんであれば喜んであなたと一緒に戦っていきたいと思いますということで時間になりましたぜひ次は講座でお会いできたらと思っておりますありがとうございました